はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。昨日は行政書士試験の日ということで、受験された方本当にお疲れ様でした。私もですね、何年前かな、司法書士試験に合格した年にですね、行政書士を受験して、行政書士も合格しました。で、まあ、すでにですね、回答速報とかも予備校出揃ってると思いますから、合格された方っていうのは大体、まあ、実感はあると思います。で、私もですね、実は行政書士登録をしようと思いまして、今申請中ですね。先月登録審査会があって、今月順調にいけばですね、登録が完了するという中で、まあ、皆さんとはですね、ある意味、まあ、同期みたいなね、行政書士としてはね、同期というような形になってくるのかなというふうにも思っておりまして、でちょっと行政書士の話をね、少しだけしたいと思うんですけれども、まあ行政書士といえばですね、まあ、すごくネガティブなワードがネット上に飛び交っている。司法書士も弁護士もね、ネガティブな中で行政書士は結構それ以上にネガティブに書かれているなっていう印象を受けていて、例えば、まあ、食えないとか、平均年収低い、つまらないとか、 AI に取って代わられるとか、もう今は本人で、ね、自分で申請するのが主流だから、儲からないみたいな、すごいネガティブワードが並んでいるんですけれども、私はそうでもないっていう話をね、いつもそうは思わないっていう話をいつもしていました。で、まあ、SNS に関しては、まあ、YouTuber なんかは500人以上いるって言われてるし、 Twitter なんかもですね、他の事業に比べて行政書士が一番ですね、アカウント数が多いんですね。でそれはやっぱり行政書士って大規模法人がそこまで存在しないのとから分かるようにですね、みんながみんな個人プレイヤーっていうところもあって、まあ、何でもですね、集客ツールは使っていこう、まあ、司法書士みたいにですね、そこまでなんていうのかな、 SNS に依存しなくても仕事が取れるっていうところまではいかないのかなっていうところから、 Twitter とか YouTuber の解説が多いのかなっていうふうに私も見てるんですけれども、ただ確かにネガティブワードって並んでるんですけれども、私はですね、いつも、まあ、やっぱり行政書士の分野について思うのは、司法書士とはやっぱり全然違うし、弁護士とも全然違う、常に新しい分野が、生まれてくる業種だと思っているんですね。まあ、例えば今で言うとドローンとか、あと最近で言うとマイナンバーカード実質義務化に伴ってマイナンバーカードの代行やりますよみたいな広告が増えたりとか、時流を見ることによって、しっかりとですね、業務の波に乗ることができる分野だと思うんですよ。で例えばドローンじゃあやりたいと思ったらですね、もう思い切ってドローン行政書士事務所っていう名前にしてしまってですね、どんどん広告をまいてドローンのスペシャリスト一人者になっていくというようなことも可能ですし、もちろんこれからですね、どんどん出てくる新しい分野を見極めてですね、その分野のエキスパートになっていくっていう方法ができると思います。司法書士の場合はどうしても新しい分野ってなかなか生まれない中で、既存の商業登記、不動産登記の中でどう頭一つ抜けるかっていうところがやっぱり試される中でも、行政書士に関してはやっぱり無限に行政手続きってありますから、どの分野でスペシャリストを目指すかっていうのはやっぱりこう自分の中でね、決めていくっていうのがある種大事ですよね。私ももちろん決めてます。で行政に提出する書類、文書とかっていうのはもう数万というふうに及ぶと言われていて、でやっぱり皆さん何かに特化してますよね。例えば、まあ、私はなんかバーを持ってますけれども、特定住居の申請、これができる行政書士さんにおいてはすごくですね、夜の店では需要があるとか、それから不特法ができるですね、行政書士さんというのは、当然、インターネット調べたら本当に数人程度しかいないわけですね。非常に、まあ、難しい申請ができるっていうのはもう本当にアドバンテージで、これできるようにするにはどうしたらいいかって言えば、まあ、たくさん勉強もしなきゃいけないし、その仕事が舞い込むような、そういう、人脈作りもしっかりやっていかなきゃいけないし、それが一緒に学べるようなですね、環境に自分を置かなきゃいけないっていうのもやっぱりあると思うんですね。あと証券会社なんかに営業に行ってですね、金融関係の行政手続きを受注するとか、まあ、こういろいろ考えられる中でどれにフォーカスするかですよね。既存のもちろん建設業の許可とか
あるんですけれども、このあたりはですね、やっぱり既存の行政書士さんがもう強い分野になってしまって、新規参入者がどこで、じゃあやっていくか、まあ、今でいうと補助金とかね、本当に時代の流れを見て、ね、需要のありそうな業務をどんどんですねこなしていくっていうのが、まあ、いいんじゃないのかなと思いますけれどもね。私がちなみに何をやるかというと、司法書士の、まあ、仕事の中でですね、合わせて相談の多い金融関係の業務ですよね、そういうのをちょっとやりたいなと思ったので行政書士登録するっていうことなんですよね。で、今から私が例えば飲食店の営業許可やりたいとか、そういうことは決してないと思います。とにかく今既存のビジネスに、プラスアルファさらに価値を高めていくっていうことで行政書士登録するわけなので、まあ、皆さんもですね、何かやりたいビジネスやりたいことっていうのももちろんあるんでいいと思うんですけれども、自分がこう日常的に仕事を何か探している中で、舞い込んできた仕事に対して、プラスどんな付加価値を提供できるかっていう観点から別に業務を決めるっていうのも悪くはないんじゃないかなと思います。もちろん自分はこれやりたいっていうのはあると思いますけれども、でも環境でやっぱりね、業務とかって形成されてたりとかすると思うんですよね。特に私なんかはすごい思うのは、昔は金賞で、事務所やってましたけれども、その時はあんまり会社関係の業務なくて不動産とかね相続多かったけれども、千代田区に行ってからめっきりね会社の業務ばっかりになりましたし、まあ、そういう感じでね、自分の身を置く環境だったりとか、自分が一緒にですね関わる一緒に仕事する人物なんかでどんどんね仕事っていうのは変わってくると思いますから、まあそういった観点からも見てですね、まあ、業務どういった業務やっていこうかっていうのも考えたらいいんじゃないかなと思います。まあ、私はですね、まあ、今月ぐらいかな、うまくいけば登録できると思いますので、またね登録できたら、進捗は進捗でねまたお話ししていきたいと思いますし、毎年司法書士事務所の売上とかね公表したりしてますけれども、まあ、可能であれば、まあ、どこまで行政書士の仕事できるか分かりませんけれども、行政書士の仕事のね、ちょっと近況報告なんかも動画でねシリーズとしてなんかできたらいいなとは考えておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。